とここで待っといてもらっていいですか。担当という今のアニメのアーカイブに関する研究を今やっているところです。コーディングエンジニアをやられて、今日はちょっと35年前にタイムトリップして、84年の手帳がありましたので、直しかとか何時から何時まで何やってたかとかですねメモがあったんで、浜田さんします。私はですね、この二方、年は渡辺さんと同じなんですけれども、ちょっとキャリア遅くてレコーディングエンジニアとして入ったんですが、入ったのが84年でちょうどナウシカが、公開された時、初仕事が、ナウシカの、ドラマ編、シンフォニー編ですか、の録音が初仕事です。ジブリの 作品 の、 その音楽関係の一つの特徴として、映画に先駆けてまずはイメージアルバムが出る、で次に映画のサントラ版が出る、で次にサントラ版と、音を合わせた、だから声とか効果音を合わせたドラマ版が出ると、で最後にシンフォニー版が出ると、4枚アルバムが出るっていうシステムがナウシカの時に結果的に出来上がりまして、こういう風になった経緯っていうのを、簡単に説明しますと、当初イメージアルバムというものはサントラとは別に徳間ジャパン の企画として上がってたんですね。久石さんの融合された、もちろんもともと20代久石さんはミニマルミュージックっていうものがあって、そこにプラス、テクノ的な要素、それとやっぱりエスニックの楽器と切り口が素晴らしいなっていうのがありまして、だから今35年前の音を聞いても、昨日ちょっとじっくりここで鑑賞させてもらったんですけど、すごい複合的なハーモニクスといい、なんか融合してるなっていうのは、感動しました。ナウシカはとにかくそういう割と試みをしつつ、ミニマルミュージックの良さと、それからクラシックの素養というか、久石さんがもともとバイオリニストというか、バイオリンの英才教育を受けてきた方なので、バイオリンのその弦の美しさと、その両方が出てきたのがナウシカだったと思いますね。こういうキーボードがついて、さっきの写真みたいなキーボードついていて、でフロッピーディスクで音を取るんですけども、画期的だったのはその音をサンプリングして、さっきみたいにこう一つ一つサンプリングした音が出せるんですけれども、それだけじゃなくて、それを組み合わせてページRっていうそのシーケンサーですね、今でいうとロジックみたいなものなんですけども、このシーケンサーっていうのがすごく画期的なシーケンサーで、よいしょみたいなこと、こうくる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 一小節を回るんです。音楽業界がまさにナウシカからラピュタの頃にガラッと変わったんです。要するに結局 MC4 の出現と CMI の出現がそれを変えちゃったんですね。だからフルオケで一斉に1位の3でみんなを全部のパートを取るなんていうのは全く姿を消して、トトロは中川理恵子さんというね、動画作家さんに詩を書いていただいて、イメージアルバムというか、イメージソング集っていうのを作ったんですけど、
中川さんはグリとグラで有名で、その君を乗せても素晴らしいんですけど、やっぱり井上泉さん の, その声の素晴らしさはトトロが多分最高峰だと思ってて、ね、うん、特に主題歌を撮った時にとにかくその声の伸びがすごくて、とにかく圧倒されて、あ、もうこの子に限るっていう本当に思ったのが、あのトトロの主題歌ですね。なんか質問欲しい。そうですね。音楽的なことじゃないんですけど、なんか先ほど花目さんがその食事すごく大事だっていう話、うん、そうで、スタジオの中でそういう食事にまつわる人があったかな。僕が伝授されたのが、渡辺君ね、あの途中でスタジオに行くときあるでしょ、差し入れなんか持っていかなきゃいけないでしょ、うん、差し入れの秘密兵器はね、アイスクリームだよって言われました。今回あのトトロまでやったのはアナログの38スピードのマスターがあったからでしょ。 CD 時代に全部デジタルでリマスターして、それをその CD 化したっていうのがよくあるんですけど、あのそれを使ってアナログの版を再生したんじゃなくて、当時使ってたアナログの32センチのやつをマスターとして使ったのが今回のレコード の特徴なんですよね。だ間にそのデジタルのマスタリングが入ってないことが逆にあの特徴という。今日はすみません、ずいぶん長い時間になりました。はい、ありがとうございます。